はい、大好物の霧の森大福届きました。冷蔵庫で 4,5 時間かけてゆっくり解凍するみたいで、解凍後は3日間以内に食べてくださいということです。はい、開けてみます。こんな感じで入ってます。バターない。美味しそうだね。断面こんな感じ。ここへ置いて。手で取って食べたらはね。どういうそうやね。食べた。はい、食べてください。いただきます。はい、霧の森大福食べます。これね、すごい有名な大福焼き、食べてみて、で、ちょっと感想を教えて。いただきます。こっちは冷え中、こっちはぬくい。そんでいいのよね、向こうだと平野さん。何とか一応ね、何とか一応。向こうにしたまちみたいなのね。そうやね。かぶりつく？かぶりついて食べたらいい。うん。なんて言ったんだろう。初めて食べる味や。そう。うん。けど、うぐいす餅に似てね。まあね、そうやね。抹茶焼きね。霧の…おいしい。霧の…うん。美味しいよ、これ。霧の餅盛り大福。さっきも言うたけど、俺。霧の餅大福。この中身何やろ。うん、クリームが入っちゃろう。だから珍しい味や。のねまんとも違う、うん、えいもちとも違う。それは違うわ。なんか独特の全然違うね、うん、抹茶が入ってるやん、うん、そう、あ、うん、おいしいね。お茶にすごい合うわ、これ。うん。さあ、ねねほんちゃんでね。うん。うん。こんちゃん、おんまいが。うん。
コーヒー2杯。紅茶もうまい。紅茶もうまい。おう、たまえるあんた緑茶が好き。好きやね。満足でございます。はい。美味しかった。ラーメンの。って言ってた。いや。あ、どうぞどうぞ。それはもうともくん。一つ歩き、どうぞどうぞ。美味しかったもんじゃ。こういうところがなんとか。これはうまい。うまかった。どこどこ生まれて初めて、いい味じゃ。これは。どうしてお店の町の感じ。反応が遅い。抹茶よ、抹茶もない抹茶じゃない、抹茶にしろ何しろ美味しい。うん、ここからね、もう一つ食べた、上等。うん、それが美味しい。よかった。だいぶ頼んだの5月頃やったのか、だいぶ待った。4月やったかな、忘れたけど。それか、あの馬立てのパーキングエリア行かんと買えんけど、だいたいもう昼になったらまずないね。もう売り切れてしもうて。どこさんこれ。一応あの愛媛になるろうか。うん、すごい、なんか高速とか乗ったらすごい好きで、よう買いよった、これ。これ何？ちょっと食べたら。あ、おいしゅうございました。はい、おいしゅう。面白い。はい、ともくん食べなさい。はい、はい。何それ、どうきんよ。さあ、食べなさいよ、ほんと。はい。ごちそうさん。はい。おやすみ。おやすみ。寝てごっそり。よかった。ありがとう。